今日はジムにあるポールを使って肩周りのストレッチをやっていきます。じゃあまずポールに乗っていただきます。ポールにお尻から頭が乗るような位置で寝ていただきます。じゃあ寝てもらったら次は手のひらを床にしていただいて、手で床に丸を描くようにしながら肩を動かしていきましょう。でこの時にどうしてもこう肩がすくみやすくなってしまうので、すくまないようにできるだけ大きく回していきましょう。で終わったら次反対回しで10回回していきます。できるだけ肩がすくまないように大きく動かします。じゃあ次は手を前ならえしていただいて、でそのまままず肩甲骨を寄せていただいて、寄せたら次そのまま前に大きく伸ばしていきます。で戻すときに少し肘曲がっていただいても構いませんので、できるだけ肩甲骨を大きく動かしていきましょう。できるだけ大きく動かします。じゃあ次は手を前後に動かしていきます。で手をもう一回から床につけていただいて、そのまま手を大きく回していきましょう。片手ずつ大きく動かしていきます。で伸ばしているときにできるだけ指先が床につくようなイメージで大きく動かしていきましょう。じゃあ次は手を、もう一回床に戻していただいて、そのまま横に大きく動かしていきます。で、できるだけ頭の上まで大きく動かすようなイメージでいきましょう。どうしても動作中に手が床から離れやすくなってしまうので、できるだけ手がこう床を反るようなイメージで大きく動かしていきます。で終わったら最後ポールから横にゆっくり降りていただいてストレッチ終了になります。